花です。で今日なんか勝利くんが自分のお年玉で買いたいというものがあるんで連れてってくれということなんで、ちょっとそのお店まで今から行きたいと思いますけども、せっかくなんでね回そうかなと思って回してますけど、まあじゃあ何かはあえて言わず行きましょう。はいはい、こちら佐賀駅のもうすぐ近くにあります小池スポーツ、ここに売ってますか。はい。さあ勝利くんが欲しいものは何でしょうか。それでは行きましょう。よし、しっかりと消毒してもらって、はい、こんにちは。こんにちは。上にあるの2階か。どれ欲しいの。何が欲しいの。え、あ、あ、何ですか、どれですか。バスケットボールが欲しいんだ。なんでなんでですか。あの、黒子のバスケっていうアニメでハマって、黒子のバスケにハマっててバスケットボールやってくなっちゃったの。うん、なるほど。そっか、ここにあるの、それで知ってたんだ、聞いたんだ。いろいろあるんだね、バスケットボールもね。え、一番ちっちゃいの。おー、これいいの。やっぱいろいろ種類があるんですね。そうですね、あとはまあ、小学生、中学生、高校生、あと男の子、女の子でボールの大きさが違ったりするので、外でボール使うのか、スパルトとかでも使ったりする感じ。あ、だとそうですね、あの一番右のゴムなんかがいいのかなと、はい、思います。一回いられて触れたいし、はい、あ、もうしましょうか。いいですか、すいません。おー、どうぞ。好き。嬉しい。好き。これがいい。早い、はい、もうこれでいいの。これここにやってみろ、ボーンとか。嬉しい、うん、ちょっと星を選んだらいいんじゃないかな。これでいっか、うん、じゃあこれを、はい、すいません、空気もちょっと入れておきますね。あ、ありがとうございます。よし、じゃあちょっとさ、ここはあれだよ、正直自分のお年玉で買おうとしたんでしょ、うん、今あの2420円っていうことなんで、よし、これもフォアをプレゼントしてあげるよ。いいの。いいよ。よっしゃー、じゃあ勝利、うん、対決しようか、公園で、うん、いい、それちょっと対決やろうか、うん、よし、ちょっと対決しましょう。はい、やった、買おう買おう。じゃあ、こっちですね。はい、好き、かっこいい。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、やったね、嬉しい。うん、バスケやったことあるの。やったことない。よかったね、でもね。よし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 、ちょっと家の前の公園で暗くなる前にやろうか、ちょっとね、練習しよう。それではフリースロー対決、イエイ。はい、先ほど買いました。もうちょっと夕方になって暗かってきましたけども、日が落ちる前にやろう。これ買ってきました。はい、ディスパウダー、これ罰ゲーム用のデスパウダー買ってきましたんで、これをここに入れまして、フリースローで負けた方がこれを飲まなければいけないという罰ゲームです。いいですか勝利くん、大丈夫。よし、ハンデは、勝利はこの低い、バスケットのね、このリングっていうか、はい、そしてこっちが高い方のバスケットリング、これでやります。で、10球投げて多く入った方が勝ち。はい、行きましょう。ここね。はい、それではまずは勝利くんからです。お願いします。1球目、はい、ダメ。はい、休む。はい、2球目、いやー、ダメですね。
さあ、3球目。おー、入った。はい、1ポイント。4球目。おー、入った。おー、5球目です。あー、ダメだった。さあ、6球目です。お願いします。おお、入った。え、今何回入ったっけ。3回。さあ、7球目。おお、やべえ。4回。8球目。おお、やった。ちょっと待って、ゆっくり。9球目。おお、入った。え、5回。5回も入ってんの。半分入ってんじゃん。最後、お願いします。あ、はい、ダメでした。じゃあ、10本中5本。勝利君は、ね、どうでしたか。楽しかった。さあ、次はパパの番です。この辺から。高っ。え、結構高いな、これ。それでは、私のチャレンジ1球目。やば。2球目。うっそ。やば。3球目。うわ、もうダメだ。全然入んない。4球目。よっしゃ、よっしゃ。5球目。やばい。え、5球で1本。え、次外したらやばいんじゃない。もう6球目。うわ、え、嘘。もう勝たない。マジで。一応やっていい。あと全部入れて同点。これあと全部入れて同点だよ。あと全部入れて同点。これ1球外したら負けです。やばい、マジやばい。真剣にやろう。あっ。ということで、この勝負、勝利君の勝ちです。じゃあ罰ゲームやりますか。地味に。翔ちゃん、罰ゲームやるから見てよ。さすがに恥ずかしいでしょ、一人でやったら。勝利、罰ゲームこれやるから見てよ。ほら、デスボール。やばい粉だ。こうやってやるもんなのかな。怪しい粉になる。それでは、混ぜましたデスパウダーいただきたいと思います。いただきます。うわ、なんかすげー。なんだこれ。うわ、苦っ。いや、勝利、ちょっと苦いよこれ。飲みたい。え、うん、飲みたい。そうでしょ。くそ苦い。これなんなんだよ。はい、ということでございまして、バスケットフリースロー対決は勝利君の勝ちでした。はい、惜しい。以上です。